ます。ありがとうございます。いやー、もう2月ですね。2月ですバレンタインも過ぎまして、過ぎましたね。まあバレンタインチョコあげましてね。あげましたね。結果はいつわかんの？そういえば8月結構先やんけ。8月にわかる投票結果が。だいぶね、あの疲れた私。待つの？待つの？てかもう疲れたわ。人を思うように疲れてしまう。私結婚するわ。何の話してんの？本当にびっくりするわ。もう結婚する。そんなね、ちょっとアホのことアホのことして。チョコあげた人とってこと？チョコあげた人っていうか、もうね、ちゃんと結婚する。あ、考えるの？未来のことはちゃんと考えるんだ。未来のことを考えて、チョコ渡した人とはどうしても結婚できないからさ。まあね、もう画面をこうどうやっても何しても出てこないもんね。ペラペラだし、だって中学生だし、なんなら。もう年下だもんね。中3だもん。だからもう結婚する。まあね、本当にね、考えていくと、うん、そんなね、本当、エッカちゃんをほっときまして、本日やるわけですね。私転がりますっていうアプリですね。やだわ、これ、ね。なんかね、ちょっとなんか、暗い感じするよね。うん、もうなんかこう、頭をこう、操作するというか、仮面長押しで。やば。やった。こう、これね、こんな感じ。やっば。あーって言って。やっば。なんかすげえ、何怖いんだけど、メイコさん何やってんの？わかんない、もうなんかこうあーってすごい難しい。何を思ってこれ作ったんだろう。誕生、5人兄弟の次男として長崎県松浦、ちょっとあー生まれる、あ、ちょっとあーあー、家、あ、え、1歳5歳とあー一歳、あ、なんだろうこの右下のやつ、何これ、え、なんかすごい、なんかどういう解釈をしてこれをやればいいのか分かんない、ね、髪がどんどん増えてってもうあのあーっつってこう、これ難しいんだよね。なんかなかなか転がれないんだね、やっぱり。あ、誕生できてないよ、まだ。みーこさん誕生したい。格闘家の息子として福岡創造まさなんとか胸じゃないこれに生まれる1歳。ちょっと待って、これむずい。これ民間人として初めて、民間人として初めて月面に、2日滞在する、100均でお年玉を使い果たす。2歳ね。ちょっと待って、これ待って、戻ってる。3歳、便利屋を始める。あ、ちょっと待ってね、あのね、分かった。あー、ちょっと待って、あ、いったトイレトレーニングを始める。自己啓発の有料メルマガを始める。5歳でこの人は。え、5歳、あ、待ってね、あ、ちょっとそっち行かないで、私これむずい、むずい、これあ、転がった。作文コンクールで傑作に選ばれる。佳作だね、これ。佳作に選ばれるちょっと待って待って待って、ちょっと危ない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 って、危ない。全国模試4番になる。新しい元素を発見するとか書いてある、ね、すごくない？8歳でね、初めて人間ドックを体験する。バカじゃねえのこの人。友達の家に初めてお泊まりする。メガネからコンタクトに変える。あ、でもそろそろ6歳、じゃ6年生ぐらいになってきた。早い。寒風摩擦を始めるとか書いてあるね。ちょ、やってみ、これ難しいから。え、あーって言うとこうなんか先に進めんの。本当だ、寒風摩擦を始める。なんかあーって言ったらなんかこう声がねドーンっていくのよ。あ、15歳から始まった。よかった。肩を脱臼する13歳でこの人。ブリーフからトランクスに。あ、ナイス。カラオケの全国採点で1位を取得する。ちょっと待ってよ、いけるぜ。はい、ナイス。ノーベル平和賞を受賞する16歳です。げえ。17歳引退宣言をする。18歳通信教育で空手を習い始める。
19歳、子供が生まれる、やば。20歳、運動会で転んで骨折する。どういうこと？あ、結構うまくない？うまい。初めてのラブレターを21歳で書きますね。22歳、自身のブログが本になりますと。ね、ちょっとね、え、うまいぞ、エッカちゃん。飼い猫が亡くなる23歳。うわやばい、これこれやばい。ああ頭の、え、なに、びっくりした。あの、え、なに、かわいい瓶詰め少女。あ、24歳、ソロ版2級になるらしい。24歳なんと。あーボーナスをゲットしました。ちょっと OK で、これまた1歳からかな。嘘でしょ。動画をボーナス2倍は、いや、もう OK して、はいはいはい。なんかさ、このこの火の玉で新しい頭が手に入る。おう、なんだなんだ。 OK 押して、 OK 押して、右下のやつ長押し。うわ、どこりゃ魂当たる。怖い。え、頭に耳生えてる。え、頭が鳴ってんだこれ。怖すぎ、笑えない。で戻ろう。頭手に入ったよね。これで転がったらなんかなんのか。この人の人生かな、次は。あ、そういうこと。あ、人生かな。いっぱいあるってこと。いっぱいあるっぽいね。え、え、ほほ怖い。笑ってるよ。あ、また違う。誕生、忍者の末裔としてイタリアのサレルノに生まれる。やばい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 。おー、ナイス。1歳便利屋を始める。2歳ラジオのハガキ職人を目指す。3歳、転がれ、いいね、転がるぞ。これ何、これやばい。縦列駐車に失敗し新車を傷つける。4歳、浄水器の訪問販売を始める。5歳、地元で就職する。なんか面白くない人生だな。で、1歳とかで早くない。6歳、予備校をサボってラウンジでバイトを始める。あ、結構なんかやんちゃ系なボーイだね。へえ。7歳、死亡説が流れる。へえ、どうする。8歳、来た8歳来た、よしよしよし。休み、夏休みに自転車で日本一周する。怖いね、こんな。9歳、新しい体育館シューズを買う。もうどういう人生歩んでんのこの人。適当につけたでしょ。10歳来たよ。あ、これやばい、やばい。おおお、ナイス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 。わーす、うまくない。10歳字になるらしい。字、字になる。11歳、少女漫画新人賞に応募する。12歳、アルバムチャートで1位を取得する。13歳、飼い犬の声がうるさいと隣人から訴えられる。ハマりそう、ちょっとハマりそう。面白いこれ。あ、ちょっとちょっと、おー、ナイス、うまくない。14歳、オタフク風邪にかかる。15歳、家の前で職務質問される。16歳、飼い犬が脱走する。これ犬の耳だったの、もしかして。そういうこと。17歳、医師免許を取得する。頭がいい。エッカちゃん、犬脱走したこととかないの。あるよ。あるの。犬脱走したことある。え、うちの犬でしょ。そうそうそう、ある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 。あ、やばい。あ、あ、でも動画見たらいける。動画見よう。よし、あ、なんか終わっちゃった。あ、動画あとみたい。あ、なるほどね。社交ダンスを始める18歳。19歳、自己啓発の有料メルマガを始める。20歳、ごめん、ちょっと。あ、でもこれ顔変えられないのかな。いけるかな。 OK してみる。まだ変えられないか。変えられないかな。あ、いける。あ、でもびっくりマークあるね。ボーナス、お、なんだ、お、これ左上、待って、なんか手に入れなかった今。あ、食べた。お、食べた。ん、なんだこれ。とりあえずなんかタップしたら良さそうだもんね、これ。成長する？あれ？こっち？あ、でもなんかでかくなった。お、お、お、え、何これ？アフロ、何？アフロとこのもう悲観じゃなくてリーゼントっていうか。うわ、新たなね。
新たな頭が生まれましたよ。これ栄養上げていくんだ。なるほどね。でもまだあの子はね、まだね。あ、どっちがいい、どっちがいいかな。特別な魂が見つかります。毎日どっちがいい、え、どっちが気になる。これアフロにしようじゃん。はい、彼の人生を見てみましょう。みんな人生違うんだね。ボコバカ、どうやって泣くんだろう。確かに、ええ怖っ、ってなってる。ああだよね。誕生、みかん農家の息子としてイタリアのサのやばいやばいされるのに生まれる。1歳第二次成長じゃないのこれ、なんかが始まる。2歳ゲームの攻略動画をアップし始める。2歳でね。3歳地元の警察署の一日署長を務める。すげえな、一気にすごくなった、ね。4歳家電メーカーを買収する。やば。5歳固定電話を解約する。5歳で解約するんだ、やり手じゃんね。え、お、危ない。ボスティングのバイトを、あ、ポスティングのバイトを始める。7歳初めての海外旅行でぼったくり被害に遭う。8歳大学入学にもとい一人暮らしを始める。うまい。9歳アマチュア。おいおい、泣きすぎだぜ。どこ行くんだ。9歳アマチュア無線の免許を取る。なんだそれ、どこ行くんだ、どこ行くんだ、どこ行くの。ちょっと待って、どこ行くの。戻ってるよ。どこ行くの。なんで泣くの。なんで泣くの。ずっと泣いてんだけど。押してるんじゃないの、こっちから中で。そういうことか。どうしよう、怖いねこれ。10歳有名霊媒師に弟子入りする。11歳初めて人間ドックを体験する。12歳厚生労働大臣に就任する。すげえなこの子。へえ、12歳で優秀になってきたね。13歳フォロワーが1000人を超える。まだね、上だね私たち。フォロワー。14歳バイトリーダーとして発注を任されるようになる。15歳入試が入る。今15歳で入試なの。危ない。16歳ビストバイクにハマるかな。17歳死後が死亡説かな。普通の物語に飽きたあなたへ。うわー気になるな、ね、だいたい20代前半でちょっとね死出してしまう。ちょっとね、こいつを見てみよう。はい、どんな声出すんだろう。声気になるよね。声が気になる。これでも全員同じ人な気がするな。あ、声優さん、一緒一緒だね最初と。あー本当だ。誕生、顔面画商の息子として岩手県牧師かな。わかんない、何牧師花牧師に生まれる。1歳馴染みの店のことの一泊の温泉旅行に行く。2歳成績不振で親が学校に呼び出される。3歳ラジオのハガキ職人を目指す。4歳プロ野球球団のオーナーになる。早っ。5歳親知らずを抜く。早い。6歳家出する。6歳で家出すですね。はい、ナイス。7歳原付免許を取って友達と夜明けの海を見に行く。うわ、かっこいい。かっこいいよね。でも7歳で原付の免許取れるんだねっていう。8歳うわーなんだ、なんて書いてんだ。なんか溝にはまって出られなくなり消防車が出勤する。9歳、うそー、水暴走だれ。悔しいね、見よう動画。9歳で水暴走にかかる。10歳生き別れの兄と再会する。11歳忍者に憧れ修行を始める。12歳、なんでいつも忍者。忍者なんかやりたくなんだよねみんな。ラスボス直前のセーブデータが消える。13歳、税務署に申告漏れを指摘され修正申告を行う。14歳、何のだい。ちょっとダメだ、絶対10代で死なすでしょ。10代で死なす、やめなさいよ。これ面白かった。面白いね。はい、今
分面白いアプリでしたね。今日もね面白いねアプリでしたね。いやーすげー、エカちゃん結構ガッツリハマってみた感じ。面白かった。面白いよねこれね。なんかすごいな、なんで頭が転がるみたいなね。よく考えたなって思いますよね。あのぜひぜひねこちら無料で配信されているのでやってみてはいかがでしょうか、ということで、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お忘れなく。それでは明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。